でそんなの聞いてくださいよ、うん、で、うん、2軒目のお店に行ってポテトを食べてたんです。うん、うん、あうん、そしたらあのピンククスの方に運転あって、なんで名前振ったの急に。いやいや、なんか言っていいのかと思ってわかんないから。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。なんか夏焼きさんとあとはみっちゃんかな。そうです、ひかりちゃんは良かったですよね、うん、2人だったね。そう、もう本当に偶然です、ね、でも私は本当に申し訳ないことに目が悪いから見えないですよ。だからなんかあっって夏焼きさんが言ってくれたのに分かんなくて、ええって思ってこう何しも一瞬何このイケてる女ってそれで見てたんですよ。やばいなイケてる女があーとか話しかけてるから、あやっぱあやちゃんイケてる女とのつながりあるんだって思ってないないなんだろう思ったら夏焼きさんだったのもうなんか入ってきてお店の中を、いやでもダントツ綺麗だったもん、ね、はい、なんかでこれおーと思ってこう話してたんです。ダントツにイケケの女入ってきたって思ったもんね。すごかった。そしたらこって話しかけてきたでも誰か分かんないから一緒に購入してみて夏焼きさんという方に、あ髪型がすぐ変わるので、あそうね、そうね、なかなか分からない、ね、いやびっくりしたね本当に面白かったね。びっくりしましたね。不思議な空気って。不思議だったね、本当に。